なんかまあ、これボコボコと落ちたらどないしようって。大丈夫かね。大丈夫そうだね。あ、ここまでか。下まで降りれんのだね。とりあえず行ってみます。こんにちは。ああ、まあ健康ですね。はい、もう前にその出発もしていますので。ああ、歩きでね、本当いいところ、景色がいいですよね。高見はここいいですよ。ねえ。天気良ければ奥の島も見えますね。ああ、そうですか。あんたも歩き？そうです。あの健康のためにね。はい、どこから？私ですか。うん、私夜名古ですわ。あ、夜名古か。はい。いや。でここはあのわかめの養殖をね今やってると。わかめのわかめですか今。はい、今ちょうどシーズンです。あ、シーズンなんですか今。はい、養殖もね。あ、それでそこにはあのあれ見ながらやっぱわかめなんですね。はい。へ、天気良ければね、あの赤い色をしてますけどね、わかめが生えてる。うん、養殖できる。そうですか。こんな健康的なところは、毎日こういうところは散歩されよった。夏はね、多いですよね。うん、あ、そうですね。ここでいろいろご飯食べたりね。うん、優しい。今はあの予想ああいうのはもう引退されて。あ、いや、あの仕事が違ってました。うん、多い時にはね、70件ぐらい、80件やってましたよ。あ、そうですか。今はもう年寄りが多いんだったんです。今また最近若い人がいましたけどね。島根県で一番多かったからね、養殖事業として。もうやモンゴラで今10件やった。まあ元気でやりましょう。はい、どうもどうも。さあ行くぞ。うわ、きれいこれ。うわ、うわ、きれいだねこれ。これも好きだな。この岩肌。この岩肌なんと言いますかね。何とも言いませんね。いや、さっきのさっきのあんなね、景色いいから。こっちはすごいね。
道があるんだろうね。今日はどうしようか。ちょっと1枚撮らせて1枚もう綺麗だ。ちょっとバックしてこの辺か。いやいいなんとも言えませんね。結構いるよ。結構鳥が。いや、すっごい景色やないかね。